んにちは。ありがとうございます。昨日福岡県から来させてもらいました、梅谷心小学校6年生です。よろしくお願いします。はい、ヌマルでございます。最初にちょっと言うの忘れたんですけども、今日はね、静止画動画ともにね、撮影は OK ということにね、なっておりますので、撮影の方はね、していただいて構いません。ただ後ほどちょっと言うんですけども、1曲だけね、何月何日まではアップするのはちょっとご遠慮くださいというですね、ちょっと後でまたお話しますけどね、曲がありますので、そちらの方だけご注意いただきたいんですけども、それ以外はですね、動画静止画ともに撮影は OK と。だけど、ちょっと今日はいろいろな曲、幅広い曲を歌わせてもらって、初挑戦の曲とかもあるので、ちょっと失敗したかなとか下手いなと思った曲は、まあ、あげないでほしいなって思います。じゃあ、ということでね、心さんの、簡単にね、自己紹介の PR をね、紹介の方をしておきます。心さんですけども、先ほど言いましたね、福岡県出身ということで、2007年生まれので、現在小学6年生ということになっております。ひいおばあちゃんがね、すごくカラオケが好きということで、毎週ねカラオケに連れて行かれてましたということで、そのうちにですね、自分もね歌いたいなということで、歌を歌い始めましたということで、やはりね、おばあ様の影響がありますので、美空ひばりですとかね、昭和歌謡をね、はい、中心に歌を歌っていましたということです。で、テレビでね、見た方もお見えになると思うんですけども、テレビ東京の、ね、カラオケバトルですとか、日本テレビの、ね、歌唱王、その番組に出てみえますの で、 ちなみに、本人からも、ね、さっき聞いたんですけども、100点満点を実はね、出しているんですけども、それがね、最年少記録なんですよね。現在ですね、100点満点出したね、最年少ホルダーということでね、テレビでね、見た方もお見えになるかなと思います。で、2年前はですね、今ね、ちょっと何かと話題を振りまいている氷川きよしさんっていうね、方が今見えますけども、氷川きよしさんがですね、古賀政男記念大川音楽祭というので、実はデビュー前に優勝して最優秀を取ってるんですけども、それと全く同じ賞をですね、2年前なんですけども、心さんね、実は取っていましてですね、ちょうど氷川きよしさんとね同じの最優秀をね、取ってるんでね、簡単なプロフィールなんですけども、そんなね、やる気を持ってますよということになります。はい、そして、今回このテラスウォークで歌わせてもらうのが2回目になるんですけど、前回来ていただいた方、ここにいらっしゃいますか？はい。ありがとうございます。で、前回来てない方も今回ぜひ顔と名前だけでも覚えていただきたいなと思います。じゃあ、続いてですね、2曲、連続でね、続けていきたいと思います。はい。1曲目がですね、美空ひばりさんの柔ら、から2曲目がですね、坂本冬美さんの歌いました、岩井酒でございます。よろしくお願いします。Oh.
2曲歌わせてもらいました。今年の、今年はオリンピックがありますので、
もう前回の東京オリンピックの時に流行ったジュンヒバリさんの柔らとお正月にぴったりのヒバリだけを歌わせてもらいました。ありがとうございます。ちなみにですね、ご本人さん、昨日新幹線でこちらの方に来たんですけども、はい、新幹線に乗って偉い目にあったというところをちょっと聞いたんですけど、はい、なんか舐めてたというかね、お前の正月駅に行って指定席を取ろうと思ったら全くないということに気づいたということで、はい、なかったから自由席を取ったんですけど、自由席乗りに行くときにめっちゃ人がすごい量並んでて、3時間とか4時間とか経って待たなきゃいけなかったので、行けなくて、もうそれだったら新幹線のデッキとかで立ってるのと同じじゃないかっていう話をして、その自由席とかのデッキのところに立ってたんですけど、すごいそこも人がたくさんいて、それこそ難民みたいな方たちがたくさんずらずらっていて、私は座れたんですけど、子供だからお父さんとお母さんがずっと立って、博多から名古屋まで5時間ずっと立ってたんですよ。そうですね、結構腰に来たと思ってものすごいね、山新幹線がですね、お正月シーズンに、ね、混んでたということで、グリーン車からないと全て指定席がね満席になったんですよね。5時間立ちっぱなしで名古屋まで着いたという。はい、本人は若いからいいんですけどね、はい、お父様お母さんがかなり腰に来たというふうに、ね、はい、辛かったということで言ってました。ちなみにですね、猫をねいっぱい飼ってみえるんですよ、はい、捨て猫がいるとですね、どうしてもご家族の皆さんが非常に優しいですので、もらってくれと言われるとですね、嫌という言葉を発しない方ですので、ね、いいですよということでですね、いいですよいいですよって言ってるうちに何匹まで行っちゃったんですか。8匹です。それです。もらうだけじゃなくて、その姉ちゃんとか妹とかそのパパとかも捨て猫を本当に子たちを拾ってくるんですよ。だから外から帰ってくるときにもうすでになんか新しい猫1匹増えてて、そういうことが繰り返されて、なんかいつの間にか8匹になっちゃった。そうです。8匹の猫と一緒に、ね、暮らしてみるということですね。はい、嫌と言えないそうですので、ね、猫がいると拾ってきちゃうという、はい、いうご家族でございます。じゃあ、続いてですね、いきたいと思います。これもね、皆様よく知っていただくと思います。ちょっとね、裏アカで聞いたんですけどね、久々に聞いていいなと思いました。吉永小百合さんの曲ですね、はい、いつでも夢をでございます。よろしくお願いします。はい、I'm not afraid of the dark.
ました、はい、続いていきますけど、次の曲はですね、先ほどちょっとお願いした、ね、曲になります。あの実はですね、BS のテレビ東京で番組があるんですけども、BS テレビ東京 の徳光和夫の名曲日本というですね、曲番組が実はあります。そちらの方に出演することになっていまして、それがですね、1月の、ね、10日なんですよ。1月の10日です。今月の10日の7時、そうですね、7時に放送があるんですけども、そちらの方の番組に出演しましてですね、今から歌う曲を実は、歌っておりますということで、はい、本当はちょっと新年早々暗い曲だから歌いたくないんですけど、その BS を入れられてない方とかにちょっと一足先に聴いていただきたいなと思って。ということなんですよね。BS ですとですね、あまり持ってない方もね、中にはお見えになるということなので、ただぜひね、聴いていただきたいということで、今日今から歌唱するんですけども、1月の10日を過ぎるまでは、万が一 YouTube 等があった場合に SNS にですね、アップのするのは10日以降にしていただきたいというのがあるんですよ。10日にテレビ番組の方でね、歌唱しますので、それ以前に流れるとですね、あまり芳しくないということを、BS のテレビ東京さんの方からですね、ちょっといろいろありましたのでそれだけね、ちょっとお願いしたいなというふうに思っております。番組もね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、10日ですね、徳光さんもですね、聞きましたらですね、気持ちがね、高ぶったのかということで、涙されたね、番組になったということで、はい、非常にそういった曲を今度歌いますので、ね、はい、若干暗めでございますけども、ね、心にグッとね、逆にね、しみる曲になりますので、聴いていただきたいと思います、はい、では、美空ひばりさんが歌われました、乱れ髪でございます。よろしくお願いいたします。
Thank you.
最後の曲になります、あと1個ね、お知らせです、終わりましたらですね、写真撮影会をやることにします。ですので、ご本人さんとね、一緒に写真撮りたいなという方が見えましたらね、あとで、一応この向かって左手のところを、背景に撮るというので、並んでいただいてね、順番で、やります。で、2部終わりましたらやります。新幹線がギリギリですので、2部終わったらですね、もう一生懸命着替えていかないといけないので、一応終わりましたらですね、撮影したいなという方が見えましたら、向かって左側のところでね、一旦並んでいただいて、ツーショットでもね、スリーショットでも、一人一枚でお願いしたいんですけど、時間がありますので、写真の方で、撮る時間を設けますのでね、もしよろしく。今終わりましたらちょっと急いで帰ります。次はちょっと指定席にしてから撮ってから、また間に合わなかったら自由席がまた立たなきゃいけない。そういうことになっちゃいますので、ね、よろしくお願いします。ですので、もし撮りたいなという方見えたら、まあ、なかなかね、九州、福岡ですので、たびたびね、こちらの方に来るというのは難しいこともありますので、もしよかったら、撮影していただければ結構かなというふうに思います。はい、そして次の曲が最後の曲になるんですけど、最初に言ったちょっと初めて初披露の曲になります。曲が、そうです、アナと雪の女王2の、Into the Unknown っていう曲ですよね。そう、難しい。Into the Unknown っていう曲ですのがあります、はい、アナと雪の女王2のですね、テーマソングですね。日本大の放題がですね、はい、心のままにというね、曲になるんですけども、ステージで歌う初披露ということに実はなっておりますので、これがちょっとドキドキの曲がね、最後に実は残っているんですけども、はい、ちょっと失敗とかしたら、あげないでいただきたいなっていう感じ。多分ニヤッと笑うと失敗したのかなって感じですよね。じゃあ、最後の曲、いきます。Into the Unknown でございます。よろしくお願いします。Thank you.
すごい。すごい一言でございます。すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ一旦ね、ちょっと聞こえますのでね、準備します。一度大きな拍手でお許しください。ありがとうございました。どうやら失敗しんかったらしいな。まあ、あれ